はい、アップルウォッチシリーズ4着火いたしました。本日は9月の22日土曜日。本当はヨドバシのアナウンスだと昨日の21日配送可能だというメールが来ていたんですけれども、まあ、サラリーマンとしては金曜日、昨日ちょっと用事がございまして受け取れずということで、泣く泣く土曜日に受け取りまして、でやっとこの開封動画ということになったわけであります。まあ、早速開けていきましょうということで、まあ、どこから開けるんだろうというと、ここになんかこう開けると言わんばかりの矢印があるということで、これひょっとしたら引っ張るんじゃないか、引っ張ってみますとこの表のサランラップが綺麗に、開くということで、従来のこのカッターは全くいらないということで、さすがアップル、まあ、見事な梱包、まあ、これしょっちゅう考えてるんでしょうね。とっても開けやすいです。何も武器はいらないというこの開封、さすがアップル。さて、この先はどうするかっていうと、iPhone だとこれ上にスーッと引くとこう箱が開くんですけれども、まあ、そういう感じがないということで見ていきましょう。そうすると先ほどのこの丸い輪っかっぽいところ、これなんか、ね、陳列棚にこう引っ掛けるためかななんて思ってたんですけども、これがどうもまず最初の開ける鍵といいますか、クリックになってるみたいで、そこを開けると、見事に周りの包装が開き出すということで、この紙の何て言いますか、合成をうまく利用した素晴らしい発想だなと思います。両端、この紙のフックを開けますと、中からこう、何て言うんですかね、表が白くて印刷してないんじゃないかと、コストダウンしてないんじゃないかと思いきや、中側はこのカラフルな包装ということで、何て言うか贅沢な包装でしょうか。表が白黒なのに中がカラーという。普通逆でしょうという感じがしますけれども、これはさすが見事であります。さて本体の方ですけれども、このなんとなく上の薄っぺらい方に Apple Watch が入ってるんでしょうかというふうに思うんですけれども、スポーツバンドって書いてありますね。これどうもバンドだけが、まあこれも後から出ますけれども、バンドだけが入っているということで、意外とトリッキーな梱包になってるんじゃないでしょうか。どうもここに Apple Watch 本体が入っていそうだということで、こう左端にありました。自分のこの置いた記憶によりますと、最初にこのシリーズ1を買った時は、この Apple Watch にもバンドがついて、梱包されてたんじゃないかななんて思ったんですけど、違うでしょうかね。しかもこんなケースに入っていなかったような気がしますけれども、まあ遠い昔なので。今回44ミリの、画面を買って、今までのが42ミリということで、大きくなったんでしょうかってのは、まあ、この辺は後で触れるといたします。さて、中身の同梱物はこの忌まわしい非接触充電器。忌まわしいと言いますと、まあ、このシリーズ1の時もまあこれだったんですけれども、表面がこう少し凹んでいて、まあ、裏がわかんないんで裏って書いてありますけれども、そこにマグネットでペチッとこうくっつけるというと、こう夜中にこの Apple Watch と充電器がすぐ外れて、翌日電池がありませんなんても何度もやったんで、まあ、それの経験からこうやってクリップで挟んで夜中寝てるというようなまあ技を使っているわけであります。まあ、今回もそれをしなきゃいけないだろうという気はいたします。さて、まあ、そろそろもうこのバンドを開けて、本体を完成させなきゃいけないと思うわけでありまして、バンドを開けますと、こんな感じで、これは絵なんでしょうかって一瞬思いましたけど、これ本物なんですね。短いバンドと長いバンド、まあ男性用、女性用という意味なんでしょうね。なんか記憶によるとシリーズ1の時もこう長いのと短いのあったような気がいたします。多分この自分はこの短いようだろうなと思って、まあ、シリーズ1のまあ穴の数をこうポチポチポチっとこう今、勘定すると1、2、3、4、5、6、7、まあ、7個ぐらいということで、どうもやっぱこう短い方がまあ自分用だということで、まあ、こう言っちゃなんですけど、まあ、男の中では腕は細い方だということで、今回もこの短い方を取り付けましょう。まあ、こう本体にどう装着するかなんてのはもう当の昔の記憶で忘れていて、つけた気もしないんですけれども、まあ、この溝にはめてこのなんかポチッとしたところが引っかかりなんでしょうね。ちょっと聞こえましたかね、プチッっていう音がしますと。
で、これ、あ、電源入っちゃうんですよ。で、デジタルクラウンを押しちゃったみたいで、慌てて取り付けましょうっていうことで、これ実は後でわかるんですけど、逆付けしてました。一回外して逆さに付け直していますけども、この時はもうそんなことわからず、まあ、早くこの、なんていうんですかね、動き出す動画を撮りたいなんて思って慌てて、付けたもんですから、右側はこれ逆付けになっています。で、このペアリングはもう開始しそうで、ブリング iPhone にアプローチということで、まあ、そばに iPhone 持ってこいと。いうことで、持ってきくるともういきなりもうこんな画面で、設定しますということで続けます。ホスト出ました。この雲状の、二次元バーコードっていうんですか、これあれなんていうか忘れましたけども、これがすごいですよね。もう地球上の人すべての数を表せるんじゃないかっていうぐらいな素晴らしい、このなんですかね、アイディアだと思います。で、この前のバックアップからっていうことで、前のシリーズ1の設定をどうも取り込めるみたいで、まあ自分としては何の不満もないのでシリーズ1の設定を読み込むということにいたしました。まあ、ちょっと奥に出てますけど、まあ画面もあれは結構気に入ってるので、あの元の画面のままで今回も設定してもらおうということでやり始めました。これ前回シリーズ1やった時は何年前だったんですよ。4年前ぐらいですかね。なんとなく記憶でまたこんなことやったかなと。で、まあいろいろと Siri とか、まあそれの話とかパスコード、これは自分はつけずに、いちいち開けるときになんか番号入れてらんないということと、あとこの心拍数、ここですよね。この辺の精度が上がったことということで、高齢者としてはこの辺非常に助かるんじゃないかとか、緊急 SOS、これ、転倒と思われるときになんかこう、警告がくれるということで、やっぱこう、倒れたときってのは心配ですから、この辺が今回シリーズ4をやっぱ買ったという一つの大きな理由であります。で、今、同期始めて、右上の方になんとなく2時間分ぐらいこう進んでいるわけですけれども、まあ、シリーズ1の時、記憶では結構これ長くかかったなということで、まあ、なんでこうシリーズ4を今回買ったかというような話、まあ、このシリーズ1の時計が、まあ、電池の持ちも、まあ、最初からそんな良くなかったんですけれども、ちょっと緩慢になってきてるかなと。よく使うこのアラームの設定なんか、押しても、まあ、今日これ、言い含めたからか結構ちゃんとこいつ動くんですけれども、それとかこの駅ロッキーなんてこう、さあここのどっかの駅から何分後に発車するんだなんて言った時に、これいつもぐる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 回ったまま先進まない、さすがシリーズ1だななんて思っても、これは、もう古い OS ってですか、もうダメだなと思ったら、やっぱ今日は動きますね、これ。捨てられそうになると物事動くという、まあ、皮肉な結果で、まあ、とにかく動かなかったんです。まあ、いうことで、もうシリーズ1の時代じゃないだろうということで、このシリーズ4を買ったというわけであります。で、これ、プログラムっていうんですか、インストールの進行が、まあ、まだまだ4分の1しかいってないということで、その他の面をちょっと比べてみましょう。まあ、再度、これ、なんか、画面、宣伝で見たときデジタルクラウンがなんか赤いのが入ってたときがあるような気がして期待したんですけど、そんなことは一切なしということで、同じようなデジタルクラウン。あの背面がとにかくこれは大きく変わってる感じで、右上の方のシリーズ4はとにかく心拍数とかなんかいろいろやってくれそうなワクワク感があります。シリーズ1はこう下の LED がなんか光って、ちょっとやっていたような気もいたしますけれども、まあ、この辺大期待ですね。薄くなったって言いますけれども、あんまり薄くなった感じはしないですね。まあ薄くなってるんでしょう。なんかこれ設定というかインストールが終わったみたいで、押して文字盤を表示しますなんて書いてあるんで、まあ、押そうとしてるんですけど、ああ、できましたね。いうことで出ました。なんかこう見るとやっぱり 44mm っていうのは前のよりでかいなって気はいたします。文字盤が出るとでかいですね、やっぱね。はい、文字盤出て。はい。
で、いろんな、まあ、その時間とか日にちとか、下の、まあ、スケジュールなんかよく使ってるんですけれども、丸く表示されていて、まあ、この老眼には非常に見やすいんじゃないかという気がいたします。まあ、以上をもちまして、Apple シリーズ、Apple Watch のシリーズ1からシリーズ4に、変更したという動画であります。